どうもー、夫婦の時間です。嫁ですとかはないの。いつもやってるやん。嫁です、旦那です、夫婦の時間ですって言って漫才の冒頭ではそうやって自己紹介してるけど、言ってるけど、うん、なんかちょっとダサい感じでくる。よく今までやってたんだじゃん。だていくつ、え、どうも夫婦の時間です。お願いします。我々もついに YouTube を始めることになりました。なぜ、まあ、YouTube を始めるかって言ったら、我々本当にあの夫婦でコンビ組んでましてね、あの今1歳もうすぐ2歳になる子供もいますから、はい、なかなかね劇場とか営業とかそういうのに予定が合わないんですよね。やっぱ子供が連れて行ける場所も限られてますから、時間帯を選ばない YouTube、これやったらいつでも自分の空いてる時間に活動できるんじゃないかということでやらせてもらうということですよ。素晴らしいです、全部言ってくれた。いや、これほんまに、他の方がどうしてるかわからないですけど、普通はテレビであるんですよ、うん。台本があって、ある程度ね、とかですけど、マジで、はい、ドンで、これ始まってますから。ま、本当に。はい、撮るよで、どうすんの、どうすんので、ドンで。あ、そういうことなの、YouTube というのは。それぐらい緩い感じでね。まあ、緩いというか、まあ、自分たちが楽しんでやるのが一番なんで。そうなんだ。みんなやっぱ芸人さんも今 YouTube やってる人多いじゃないですか、うんうん、でも芸人としてねもうちょっと盛り上げたくてやってるとか、うん、人に言われてちょっとやったんだとか、なんかいろんなね、まあ、もちろん自分でやりたい人もいるし、そうそう、たくさんいますけど、もう私はとにかく自分で編集がしてみたくて、うん、ほとんどおらんと思うよそんな人。だいたい外注したりとかよく見ますよ、編集してくれる人いませんかってツイッターとかで探してる人がいる中、うん、編集がしたい、したい、他の人の芸人さんです、したらええやん、もちろんやろう、絶対くらいのソフトとかをいじるのがすごい好きだから、うん、したらええやん、他の人 YouTube 自体もすごい私はハマってて、うん、すごい見てるもんね、すごい見てるし大好きなんで、うん、自分が本当にただただ楽しみたくてやってみたい。僕は逆に言うとほぼほぼ見たことないです、で、ね、YouTube は、うん、私はすごい見てる。なんで、まあ、かなり対照的な2人がお送りする、うん、YouTube なんで、ぜひともよろしくお願いします。お願いします。どうも夫婦の時間です。お願いします。って言うたら10年間付き合ってるの。チャンネル登録お願いします。お願いします。